どうもラウチンです。さあそれではドラゴンボールカカロットやっていきます。スイッチ版ではベジットが使えますけども、プレステ版でも使えるようになってます。もうだいぶ前なんだけどもね、まだ使えるようになってませんので、クエストクリアしていきましょう。この海洋神のじっちゃんのクエストだったよね。スタートしていきましょう。あ、俺それだと思ってたけど違ったんだ。ウーロンがいつもの感じでね、やってくれると思ったんだけども。すぐに、バレたんだな。まあ、そうか。神様だから、それはわかるわな。はい。これだね。フォームチェンジ、ポタラ。このクエストで、OK です。老海妖神とベジータ夫婦。やっぱりベジータのところが、主になってくるんだな。しょうがねえな。そうじゃ。そうか、一個前のクエストで、ウーロンかプーアル連れて行ったんだな、確か。そうか、そうか、そうか。どんなクエストだったか全然覚えてないね。そうじゃ。海王神としての仕事、どんな仕事してるんだよ。まあ、下界を見張ったりとかね、そういう感じか。よし。やっぱりブルマンのところに行くんだな。父のところではないのか。よし。サンキュー。お、これがなんかブリーフ博士がなんか鍵かな。あ、違うか。おいね、これだ。素材を取ってくればいいんだ。どう？まったく。コピーロボット。これだ。コピーロボットを海洋神のじっちゃんにやるんだな。何？いや、わかったわ。あれ、海王神とキビと戻らなかったっけ？いえ、なんか戻っ、あ、違うか。ドラゴンボールスーパーでなんかベジータが戻したような、いや違うか。いや、あー、ちょっと覚えてないな。どうだったろうね。でもベジータはね、引き剥がす技を覚えるからね。いや、それをコピーロボで、いや無理か。そうね、無理でしょ。戦闘力自体はロボットにつけることはできないでしょ。いや嘘。できちゃうの？それできちゃうっていうところすごいよね。どうや？そうね。
やってられんな。あ、この時は知らないんだ。ポタラで合体したら戻れないのは海洋神だけだよね。普通の奴らが合体しても戻るんだよね。確かスーパーの漫画でそういう話があった気がするんだけど、間違いないよ。あ、ここで見たっけ俺。ここで見ちゃった？やっぱり1時間ほどで戻るんじゃん。何？で、一回変身するのかい？ベジットブルーになりたかったんだよな。ブルーになりたかったんだけどね、なれないんだ。誰と戦うの？お前たちか。ほんと瞬殺しちゃうよこれ。レベル300のベジットだからね。ほら、はい、まずは1体。おい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 、2体同時かい。強すぎる。やっぱレベル差がありすぎるわ。戻った。1時間経ってないぞ。ちょっとえ、あの、なんだそういうことか。出られんな。ベジータは嫌いだもんね。え、よし。そうね。すぐには無理なんだろうな。あのさ。そうよ。あ、
それでは、いいよ。ベジットと戦えるのか？あ、悟空とベジータ同時に行くの？スーパーの方か。スリーとかにはね、もう悟空と合体してるわけだから、いけそうだけどね、スリーにもなってないよね。よかろう。いや、でもブルーになりたかった。オッケー。あ、俺たちは普通に戦わなきゃいけないのか。あ、嘘。もうこんなに減るの。やっぱブルーになったら全然余裕じゃん。ベジットよりもブルーの方がやっぱ上だもんね、戦闘力が確か。これで終わり？あ、違う。これであのコピーロボットをもらわなきゃいけないんだ。サンキュー。まったく。ね。これでか。わかりました。ええ、ありがとう。マッサージは不要なんかい。わかったわ。忘れてたんだ。しまった。何？いやよ。悪いんだけどさ。そりゃ無理があるだろうよ。コピーロボットがあるでしょ。コピーロボットが。どうすっかな。まったく。何？え？おい。あのさ。え？いや、あのさ、そうよ。さすがにバレるでしょう。全然わからん。さすがにバレるぞ。え、どうすっかな。
ベジータがすんの？はい。何？そうね。おい。あの。悪いな。おい。あの。バレないか？こら！おい。よかろう。へへ。海王子のじいちゃん悪いやつだな。わかった。何？ありがとう。うむ。え？おい。やめろ。なんじゃと。はあ。なんと。あら。ぐぬぬ。悪いな。おい。うぐぐぐ。ならん。おい、どうすんの？あ、なんもないんだよね。やってられんな。何かあんの？よし。ね。え？そうね。ああ、なるほど。ブリーフ博士はそれを探してたのか。こいつは。うむ。なんと。これで終わりか。え？よかろう。クリアです。結構長かったな。